どうも大輝の器です。はい、皆さん今日は週末です。ということで週末映画コーナー。はい、大輝の器チャンネル142話ですか。はい、昨日見てきた映画のことをね、少しお話ししようかなと思いますね。どうぞ皆さん最後まで聞いてくださいとですね、今日は特撮映画ではございません。その前にね、皆さんどうですか、台風が、来ている週末2週連続どうお過ごしでしょうか。私たちですね、もう本当にちょっとね、映画の前にね、ちょっと台風と消防団のことについてちょっとだけ話させてください。消防団っていうのはですね、台風が来たらですね、特に警報ですね、大雨警報とかが出るとですね、まず台風が近づいてるぞってなると市役所にその偉いさん、消防団の分団長以上なんですけど、偉いさんがまず詰めるんですね。でその人たちと、市が話し合ってちょっと、人員を配置しといた方が、待機させておいた方がいいんじゃないのかなっていうと、我々、10年目ぐらいですかね、消防団入って10年目ぐらいの人間がまず幹部として集められるんですね。でもその幹部だけでもちょっともったいないと、もう全員集めて何が起こった時のために対応しようってなると、全員が10年入って、すぐ新人ぐらい、新人までも全員がちょっと集合っていうのがかかるんですけどね。はい、雨の台風がですね、来るたんびにね、警報が出ると基本的にね、もう集合がかかるんですよ。で、もうね、このね、8月、9月、10月と毎月1回で、10月は先週、はい、ファンフェスの最中に、はい、ね、もう行かせてもらいました。で、今週もひょっとしたらもう明日台風が来ても警報、台風っていうのは来たら基本的に警報出るんです。もう関西に近づいてきたら、それようがそれまいが、そうすると非常に出る確率が多いんでね、皆さん、もしよければ、で人員が足りませんでね、もしよければもうね、皆さん疲れてます。はっきり言うて週に月に1回週連日となるとね、特に家族とか持ってる人とかになると、家族のねこともしなければいけないというので出てるんでね、もう非常に大変ですけど、皆さんもしよければ来年入ってください、お願いします。もう人員がやはり少ない、その上やっぱ仕事とかいろいろな環境の、生活環境のことで来れる来れない、どうしても来れないっていう人もたくさんいます。その中で、地元のいける人間っていうのでこういろいろとやってるんですけども、台風なんか来た時もそうです、いける人間でっていうふうにやってるんですけども、なかなかやっぱり人員がいれば、やはりその分負担もみんなに割り振りになって軽くなりますんで、もし、はい、入ってやろうという力強い言葉がありましたら、ね、いつでも声をかけてください。はい、よろしくお願いします。もう2週連続台風なのでつい出てしまいました。それでは映画コーナーです。ということでですね、今日の映画は特撮映画じゃございません。見てきました、昨日アウトレイジ最終章。アウトレイジ最終章見てきました。私やはりね、アウトレイジ大好きですから、おいこの野郎と、この野郎、おい、あ、なんだこの野郎、バカ野郎この野郎、バカ野郎この野郎と、おい、やるんならこの野郎出ろこの野郎、お前、おい、やってみろこの野郎みたいなことが延々とね続く映画なんですけどもね、もう非常にやっぱアウトレイジな方たちのね、こうなんていうんですか、やはりその構想、気持ちいいですよね、見ててね。アウトレイジで、次アウトレイジビヨンドで、この最終章、完結編のアウトレイジ最終章ということでね、昨日見てきましたけども、アウトレイジとアウトレイジビヨンドに関してはですね、ここは正直な解説します。正直な解説というか感想ですね、感想です。私みたいなも感想ぐらいしか言えません。はい、アウトレイジとね、アウトレイジビヨンドっていうのは非常に面白かったんですよ。やっぱりね、気持ちいいというかね、言うたら些細なことから始まる暴力のね、この連鎖、止まらなくなる暴力の連鎖っていうのを描いて、人がね、バンバン死ぬんで、なんですか、暴力ファンタジーですね。実際のアウトレイジな方、実際のアウトレイジな団体の方たちがですね、あんな風になることは絶対にありません。はい、もうやった瞬間に、もうここで身を、これチャンスとばかりに全員がしょっぴかれますので、はい、絶対にないんですけど、だからでもその中で言うたら、昔から日本映画の中の伝統的なこのヤクザ映画、暴力映画っていうのをですね、こうやはり継承している、ね、昔はもともとね、高倉健がまず兄弟人気は違うかな、言うたら任侠者っていうのがね、非常に60年代人気がありまして、その次任侠者がちょっとね、やっぱり現実的じゃないって廃れてきて、仁義なき戦いの実録ヤクザ路線シリーズっていうのを東映で大ヒットするんですね。ここで出てきたのは松方弘樹さんとか梅宮の兄が出てきて、でその後V シネマに、暴力団映画、ヤクザ映画っていうのは V シネマに、相川翔とか、竹内力ですよ、 V シネマの方にこうシフトしていくんです。でそこからですね、やっぱりね、非常に
あまり表に出ない、やっぱりちょっとジャンルが非常にマニアックになっていくんですね。でやはり北野武さん、ビートたけしさんが、やっぱりあのビートたけしさんでは、やっぱりあのテーマ、映画人北野武としての、テーマってやっぱ暴力ですから、暴力の中のこの内容の美しいものがあるんじゃないの、暴力が美しいものが違うの、ごめんなさい全然違う、まあ、どれも暴力っていうのがテーマですから、あのその暴力っていうのをね、まあ、ずっと元ブラザーとか、まあまあ言うと初めて撮った映画がね、悪徳警察官の話ですからね、あのその男凶暴につき、まあ言うたらそのどんどんあのその中で、まあ、あの一変本格的なヤクザ映画を、その北野武史組じゃなくてオールスター、あの北野武史が今まで使わなかった、俳優、もう言うたら有名な人気俳優を呼んできて撮ろうと言って作ったのがアウトレイジなんですね。でアウトレイジっていうのがですね、まあ面白いし、あの非常に評価も高かったんですね。あの1はねほんまに面白い、あのなんていうんですかね、まさに北野武史さんのその監督あの表現したい暴力っていうのと、エンターテインメントっていうのがね、非常に融合してて非常に楽しい、見てて爽快感のある、怖い、全員怖いけど何かその爽快感のあるっていうような映画だったんですけど、まあそれがですね、DVD 含めてやっと回収できるぐらいだったので、やはりあのこの少女映画として少女作品を作るものとしてこんなことはダメだということで、あの森プロデューサーがもう一回やるということで、アウトレイジビヨンドでアウトレイジ最終章なんですが、アウトレイジ最終章ってめちゃくちゃヒットしてるんですよね今ね。北野武さんってあの監督としての作品性とかはもう芸術性に関してはすごい評価の高い監督だったんですが、なかなかヒットするっていう、あのヒットメーカーっていうことではなかったんですけども、まああのなんか花火ですか、あのベネチアでグランプリ取った花火以降、やっぱり北野武史映画って言うたらやっぱりヒット作品の中に、もう今や日本映画の中で象徴的にもう大ヒットできる稀有な監督、宮崎駿と北野武史とか、あのその有名な監督の中に入りはったという評価なんですけども、このアウトレイジ最終章なんですけどもね、ですね、まあ、正直に、ね、1作目2作目がですね、まあ、あのまあまあどっちも些細なことから、なんだ、ぼったくりバーに入ってたところが、その誘ったやつが北野武史の大友組のヤクザで、そこから発展していって、もう組同士の大きな組同士の抗争になるみたいなところから始まるんですけど、今回のねアウトレイジビ、まあそのアウトレイジ最終章もその踏襲をちゃんと踏んでるんですけども、あのですね、まあもう暴力表現という、暴力表現じゃない、暴力の描き方とはちょっと違うんですよ。暴力表現とかそういうことじゃなくて、暴力の話の中の組み込み方っていうのがもう行くとこまで行ったなっていう風になってますね。やっぱ3作目でもうこれで最終章なんで、あの、まあ、まだ公開中でね、非常にあのやっぱり人気のある作品なんで、あのまだ、ね、ネタバレっていうのもできるだけ避けようと思うんですけども、暴力っていう言うたらその抗争のその戦い、抗争の戦い方っていうのがの表現とか作品の絵の組み込み方がいくとこまでいった作品、3作目だと思います。だからあの正直ですね、細かいことですよ。親父が来ました、はい、細かいことですよね。細かいことを突っ込み出すと、そらね、あ、すいません今撮影してます、すいません。細かいことをですね突っ込み出すと、そらまあ突っ込みどころというかね、満載なんです。でもまあまあそんなこと言えやね、アウトレイジの1作目2作目もね、細かいところのね、まあ、あの突っ込みどころはあるやないかと。ただね、ちょっと今回は行き過ぎたのか、行き過ぎてんじゃねえのかなっていうところが、はい、ありました。ただですね、なんていうんですかね、ここはちょっとね、やっぱ北野武史さん、ビートたけしさん、言うたらもうあの芸人タレントの世界で、まあ言うたらエンターテインメントの世界で、まあ、もう40年ぐらい一線を張ってある人ですから、もうそこら分かってあると思うんですよ。例えばね、映画を詳しく見るとか、映画のね、こんな僕みたいにね、墨をこうくぎってほじくり出すような見方するやつは、それちょっとって思うんですけどもね、あれ大半のやはりあの普通の映画ファン、映画を、まあ、言うたらその何て言うんですか、楽しみにして見ようっていう方にとったらね、じゃちょうどいいと思うんですよ。でここら辺ね、僕ちょっと感じたんですけど、まだ強引にね、強引でもないですけどね、ゴジラの話とかぶるなと。あのね、アウトレイジ最終章ってね、やっぱあの平成 VS ゴジラシリーズとある種一緒なんですよ。あのまあ特撮オタクなんでね、そう思うと思うんですけど、あの平成ゴジラシリーズってね、
あのゴジラ VS、 僕厳密にゴジラ VS ビオランテからゴジラ VS デストロイヤの89年から96年かまでの作品を僕は平成 VS シリーズやと思ってるんです。あの84ゴジラはね厳密に平成 VS シリーズではないと思うのね。であのその間の言うたらあの、まあ、ゴジラ映画って日本で一番ヒットし続けるんですけども、言うと分かりやすいんですよ。非常に分かりやすい。正直これむちゃくちゃやろっていうね設定、あのビオランテぐらいからね、ゴジラ VS ビオランテまではあのね結構ね大人にも受けると、年齢層がね高いんですよ、対象年齢層高いんですよ。言うたら一般のエンターテインメント映画としてあのもう見られるようにっていう風な作りになってるんですけども、あのですんでちょっとテイストも非常にアダルトチックで、設定もリアリティ持って作ってるんですけども、それがねあんまりヒットしなかったので、91年のゴジラ VS キングギドラからもう一気に方針転換して、もう小学校高学年から見てください。そのためにもう言うたら怪獣として分かりやすいもの作りますっていうので、もうどんどんそのなんていうんですかね、分かりやすい、パーツ、映画としての組み込み方パーツっていうの分かりやすいのを言うたら出てきます。こんなギミックがありますので、最後は怪獣のここで戦いますみたいなギミックをもう、ルーティーンとして映画の中に組み込んじゃうんですね。その平成の後のシリーズからですんで、非常にヒットはするんですけども、マニアとか映画の整合性を求める人たちから見たら、ちょっと物足りなかった。でそれを補完しうった作品っていうのがあの平成ガメラシリーズなんです。平成ガメラになると、いや平成ガメラってちょっとアンチテーゼなんですよ。まあ真剣にあの怪獣っていうものができてきたらどういう風に出るんだろうってリアリティ持って作ってるんですね。でもそれですごい評価高いんですけど、ヒットはしなかった、公開感少なかったっていうのもあって、大ヒットめちゃくちゃヒットしたっていうことはないんです。でアナウトレイジ最終章にもそれは一緒に感じますね。言うたらもうテンプレートとしての暴力表現みたいなことを言うたらもうどんどん面白いというか分かりやすい表現をどんどん入れていこうと、ヤクザ映画です、ヤクザ構想映画です、じゃあこれでしょっていうのに分かりやすいものをどんどん入れていって、その中で横行なギミックであったり演出であったり、そのストーリーテーリングっていうのを入れてるんで、見てて面白いですよ。面白いしアートだけど、もう正直もファンタジー、暴力ファンタジーですね。まあまあ、ヤクザ映画なんていうのは、ね、全部実際のヤクザを映すわけじゃないので、全部ファンタジー、人気者だったら高倉健の頃からファンタジーだと思うんですけども、北野武さんの撮ってるで北野武が撮ってるんで、みんな高尚なもんだと思ってる人いると思うんですけど、全くそんなことないですからね。エンターテインメントに徹した暴力団ファンタジー映画だと思います。でやっぱりね、その中でもいろんなね役者さんがね、やっぱりもう面白がってやってるの、ピエール滝がね、花田っていう花火師会の、暴力団で今回ね初めてこう出てくるんですけどね、もうね最高っすよね最高ですね。もう言いませんけどね、あんまり今から見られる方もおられると思うんで言いませんけども、もう最高ですね。ピエール滝最高、はい、最初の登場シーンからもう最高っすね。もうね、全部お前のせいやろっていうね、お前のせいやぞっていうね怖いんかなって思ったら、なんか全然そんなことない、なんかもうフラフラしたね。であと大杉蓮さんがね、やっぱこれ違う、アウトレイジシリーズっていうのはある種北野武監督作品の裏を行こうっていう風に作られたものがあるんで、北野武さんの常連の、役者さんっていうのは出ないっていうのが最初の、ルールみたいなのがあったんですよ。ルールというか、まあ、そうしてもうちょっと別のもの作ろうっていうのがあったんです。だから寺島進さんとかずっと北野武映画でヤクザしてると出てないでしょ。で今回初めて言うたら北野武監督作品に出ることによって、まあ、こんなこと言うたらなんですけど、役者としても花開いていった大杉蓮さんがね、シンゴジラのね、大河内、大河内やったっけ、総理大臣ですよ、シンゴジラのね、はい、まあ花火師会の新会長っていうことで出てくるんですけどね、まあ、いやもう最後なんか最高ですよね。もう面白がってね演技してます、面白がってますよね。もうね最後のあれは面白いですね、いいですね。もうね本当大好きになりました。でもうね塩見三成さんと西田敏行さんが、まあ、前作から引き続いて花火師会幹部ということで出てるんですけどもね、もうねあれじゃ、もう極道でもヤクザでも何でもないよねあれねもう演技がもう生きすぎちゃって、もう
あれヤクザでもなんでもないよね。あんな人いないよね。でもアウトレイジな、実際のアウトレイジな方もね、あんな人はね多分おられないと思いますね。はい、もうそれぐらいそのなんていうんですか、どうなってんだこれ。もうそこまで行くんかいっていうやばの演技をね皆さんにね、もうあの言うたらあのもう芸達者な、芸達者で個性的で、もう言うたらもう岸辺一徳も、岸辺一徳も良かったですね。岸辺一徳も、はい、芸も今までの何ていうんですか、そのやわなやわなイケメン、若手イケメンとか、もう対局のね、まだ油切ったもう男たちのあの役者さんたちの演技を見るっていうだけでね、もうアウトレイジ最終章はもう価値のある作品だと。大森奈緒も良かったですね、あの人もね。ね、大森奈緒、なんだったっけ、良かったですよ。面白い面白い、もうね軽い感じでね、なんなんでしょうね、あのチンピラ感良かったですね。でまあまあまあそれでですね、まあ非常に皆さんにね、おすすめおすすめですよ、アウトレイジ最終やっぱ見ててね、もうそのなんですか、爽快感、暴力のなんですか、暴力の解放感っていうのかな、なんかこういろいろ、まああのね、話をね、話を細かくしだしていったらね、それはね、もう人がいっぱい出てくるんで、もうね、あのどうだ、あのもう話が多い、これとこれどうだったんだっけなっていう、この整合性を取るのでね、いっぱいいっぱいなんですけど、そんなことを感じずですね、もう映画館でも感じていただく、それですね。もうやっぱり第1位のヒットの商品分かります。もうぜひおすすめです。ぜひ見に行ってください。はい。もうどこでもしてます。で、私のね、じゃあ一つちょっとアウトレイジな思い出をお話ししたいと思います。はい。私ですね、ちょっとアメリカンフットボールを社会人でちょっと5年ぐらいやっていたんですけどね、一時あの練習場の関係でですね、京都市内の、ちょっとね、京都市内のちょっとディープなところのね、練習後、銭湯にね、ちょっと友達とその試合の、練習、あのチームメイトがちょっと行ったんです。はい。で、あのもう普通の銭湯、もう街の中のもうね、あのまさに銭湯っていうところに行きまして、で、まあ、こう体洗ってたらですね、この台の上にですね、石鹸が置いてあったんですよ。石鹸がね、ああサービスで石鹸置いてんねやと僕思ったら、銭湯でね、サービスで石鹸置いてんねやと思って、あ、ちょっと使わせてもらおうと、ぐーっと使って泡立てて体洗ってたら、奥の方から、おいこらお前何してんねん、おい兄ちゃん言うて、やっあれっていう、あれあれなんだこの、なんだろうっていうね、非常に厳しい声がかかってきたんですよね。ふっと後ろ向いたらですね、もう全身にね、もう絵画をもう何ですか、彫り込まれた、はい、全身もここから足まで全部絵画を彫り込まれたですね、まあ言うたらもう非常にこうクッとしたこのアウトレイジなお兄さんがですね、あ、俺ら兄ちゃんお前誰の石鹸やろで、お前こらお前使うとんねん、おいこらおいおいおいっていう感じでこうガーッとやってこられたわけですよ。はい、あ、終わったと、終わった、俺もこれ石鹸で沈むな、これもう風呂に沈められるなと思って、こうワッと立ち上がって、すいませんでしたと、あ、いや、わからなかったんですと、こう、あの、置いてたんで、あの銭湯の石鹸なのかなと思ったんです、すいませんって。で、僕でその時もう今も体重110キロぐらいだった、183センチの体重110キロぐらいがあって、当時アメフトしてましたから、まあ非常に体がごついんですよ。でガッと立ったもんですから、お兄さんがね、アウトレイジな方がふっと来た時に、アウトレイジな方ちょっとね、小柄な方だったんです。全身のもう美しいもんはもうあれですけど、おー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 気付けやって言うてね、こうふっと帰っていったんですけど、いやー死ぬかと思いましたね。これがね、私奥田大輝が持ってるアウトレイジな、あれですね、アウトレイジな体験の全てでございます。それ以外もね、あんまりあのアウトレイジな方たちと触れ合いになるようなことはございませんでしたけど、やはりですね、あの京都ね、いろんな人が住んでいるということで、今日はね、この辺りでアウトレイジ最終章解説終わりたいと思います。今日はですね、夜の8時レイドショーを狙ってですね、ブレードランナー2049を見に行こうかなと思ってです。もう連日の映画はしごしようと思います。明日はね、ちょっとね、台風でいつそれこそあの待機がかかるかわからないので、はい、明日はちょっとおとなしくしてようと思うんですけども、はい、今夜ぐらいはちょっと見に行こうかなというふうに思っております。皆さん、ブレードランナーね、これ見たらね、解説を、ね、したいと思うんですけど、私ね、こんなね、ゴジラが好きだ、 SF 映画が大好きだ、 SF が好きなんだって言ってますけどね、私実はブレードランナーの第一作見たことありません。はい、ですからね、感想をこうやってねYouTube に上げること自体の資格なんかねえだろというふうに思いますけど、まあとりあえず見ようと思ってね、あ、せっかくもうリバイバルというか、あの続編だから見ようと、私も一作目見ないで、はい、今回の新しいブレードランナー突入してこようかなというふうに思っております。レプリカントって何？
フリカンドって何、ハリソン・フォードが出てきた時におおっていう風に多分簡単はできないと思うんですけども、原作は知ってるんですよ。原作はね、何でしたっけ、あの人工知能は電気羊の夢を見るかっていうでしたよね。原作はね、SF 小説なんですけども、まあ、今の AI、 まさに今のこの AI 社会がこれから進んでいくね、この直面する問題をもう何十年前に SF 映画として、はい、あの作ってる名作ブレードランナーちょっと、ね、見に行ってと思います。それでは皆さん、アウトレイジ最終章、非常におすすめです。それではさようなら。